ソレイユビルは香川県高松市亀井町にある商業施設。運営は株式会社ソレイユ。ここでは同社が運営するビル群についても述べる。施設の中核となっているのは映画館である。前身は1945年に設立された高松大映劇場。高松中央商店街における上磐町商店街、南新町商店街、 多摩地商店街の三商店街、接続十字路に隣接する亀井町に今する雑居ビルであるソレイユ第一ビルに本拠を置く。同ビルにおける各店舗は管理会社が運営するミニシアター系の映画館、歌手ホール、喫茶店、ソレイユである。他に河原町二丁目にソレイユ第三ビルを持つ。第三ビルにおいては1階に窓口を持つ地下駐車場である。 パーキングソレイユを運営のメインとしている。運営会社の本拠となっているソレイユ第一ビルは、1983年に高松大英劇場の跡地に劇場建て替えの形で建設されたもので、同ビルは旧高松大英劇場の後継施設としての映画館であるホールソレイユ及びソレイユにを抱えている。なお、これらの映画館は、香川県内唯一の一般向け単館。 常設映画館であり、工術の事情から現在稼働している高松市内の一般向け映画館では最も古い歴史を持っている。5階建て。全、風呂当てなんとなし。1階は親会社による地下駐車場、パーキングソレイユ。前期の通り、全身は同地に存在した映画館、高松大映劇場であったが1970年代における、 配給元の崩壊と倒産を受けて、現在の独立系映画館へと運営の軸足をシフトさせることとなる。日活ロマンポルノを皮切りに青年映画の上映を開始し、窮地をしのいだ。これは末期の大日本映画が日活と配給網を統合させていたためである。1983年にソレイユ第一ビルに建て替えて、以降は4階のソレイユを 大作の上映館とし一般向けの作品を上映。一方で誓いの劇場を高松大英として青年映画の上映をメインとしていた。この二つの映画館は同じフロアで一般映画と成人映画を隣り合わせにできないという理由で出入り口も含め同じビル内でも異なるフロアの独立した映画館とした。この構造は現在まで引き継がれている。以降、 それゆユは、香川県内に配給拠点のない映画会社の配給受け皿として機能していた。1990年には青年映画工業を取りやめている。しかし、1990年代にシネマコンプレックス時代が到来し、高松市にもおいても1999年にイオン高松東店内にワーナー・マイカル・シネマズ・高松がオープンしたことで、客層の流出が起こり、 映画工業のメインが映ることになった。これに先立ち、1998年には大手、配給会社から離脱した単管系の映画館となった。これらを受けて2001年に、誓いの高松大英を青年映画館から、一般向け単管ソレイユ2として転換。従来のソレイユを、ソレイユ1都市、1ホールを対策系、1ホールを単管系として、 より幅広い一般向けの映画館へと脱却を図る。しかし、客層の流出に歯止めはかからず、ソレイユ1をホールソレイユと解消した後、2003年にはソレイユ2を一度閉鎖した。ソレイユビルが位置する時和町周辺には1980年代まで複数の映画館が所在していた。しかし前日の一軒に橋を発した。 郊外でのワーナー・マイカル・シネマズ系シネコンの相次ぐ解説に伴って、それらの映画館はのきなみ経営不振に追いやられた上で閉鎖され、現在も残るのはソレイユの他には成人映画専門のロッポニカ高松のみとなっている。その後、ホール・ソレイユはシネコンが受け入れない作品を中心としたミニシアター系の映画館として活動を続け、ソレイユにも上映を再開した。 2006年に第1回さぬき映画祭の会場として機能したのもこの頃である。しかし、2010年に休館が検討されるに至り、映画館の従業員が個人事業主となる形で存続することになるが、映画館存続と引き換えの形で2010年2月19日にホール・ソレイは閉館する。2010年代に入った頃からのミニシアター系。 制作会社の活発な活動を受け、運営会社は2013年1月26日からのホール・ソレイユの運営再開を決定した。この再開に際しては、山口県の映画館からデジタル映写機を譲り受けている。現在は、公表を得ていた過去作の上映や、往年の映画黄金期における名作のリバイバル上映、そしてイオンシネマズの受け入れ枠から漏れた。 ミニシアター系映画の配給受け皿として機能している。以降は、ソレイユ第一ビルの4階にホールソレイユを、同ビルの地下1階にソレイユ2を構えている。なおホールソレイユとソレイユ2は同一のビル内の映画館ではあるものの、前期の通り、ホールへの入り口はそれぞれ異なっており、チケット売り場も共通ではないため、来訪には注意が必要である。 以上の事情から、ワーナー・マイカル・シネマズとの差別化のため、独自の様々な割引サービスを行っている。この割引は、ホール・ソレイユとソレイユ2で共通となっている。ホール・ソレイユは、ソレイユビル4階に位置している、ミニシアター系の映画館。入り口は、ソレイユビルの南側エントランスホールの階段を上る。上映は主に3作品体制で行う。2010年に、 閉鎖、2013年再開。ソレイユには、ソレイユビル地下1階に位置している、ミニシアター系の映画館。旧、高松大英。入り口は、ソレイユビルの東側入り口の階段を降りる。上映は主に2作品体制で行う。2003年に一旦閉鎖されたが、2010年までの間に再開している。両ビルともにことで、河原町駅下車。 ありがとうございます。